リンゼ・アルツキ。よるべき組織を失い、社会から追われた負け犬がこんなところでスパイごっこかい？泣けてくるじゃないか。これでも結構挫折は経験してるんでね。あいにく諦めは悪い方なんだよ、スカーフェイス。いいな、ヒーローらしいセリフだ。だがこの施設に忍び込む意図はわからんな。一体何を企んでいる？さあな、俺たちが答えると思うかい？いや、思わんな。貴様らは質問に答える準備ができていない。準備ができた人間はもっと素直に従順に振る舞うのよ。哀れっぽく命乞いなどしなだろう。今から私がその準備を整えてやろう。感謝するといい、残党ども。準備完了、行くぞ。少しは力になれたかな。なるほど、諦めの悪さは大したものだ、侮れぬ。だが分からん。諦めずに一体何をするというのだ。貴様らリベレーターズの目的はアコライツ打倒だろう。それはもう果たされた。それで貴様らに何が残っている？それはならば私が指摘してやろうか。貴様らはただ正義ごっこを続けたいだけだ。正義の側でいる快感を忘れられずに、それをやめることができない。依存症患者だ。違うというなら理念を示してみろ。我々のドグマユニティのように崇高な大義を掲げてみせろ。崇高な大義？それがバカバカしい。人類の思想統一とかいう妄言でしょ。妄言？ああそうか。そういえば貴様らには説明していなかったな。なるほど、ならばわからないのも無理はない。いいだろう、メイドの土産だ、教えてやる。我々の目的は人類を滅亡から救うことだ。